こんばんは、お元気ですか。本田敏夫です。4日連続でお送りしてまいりましたゴールデンジャズコンサート、オーレックスジャズフェスティバル AP3 の特集第1夜、9月15日はレス・ブラウン&ヒズ・バンド・オブ・レノン with ローズ・マリー・クルーニースペシャルゲスト、テナサックスのジョージ・オールド、クライネット・バディ・デ・フランコ。第2夜、9月16日はショーティ・ロジャース&ザ・ウエスト・コースト・ジャイアンツ、スペシャルゲスト、シェリーマン。第3夜、9月17日、つまり昨晩はアート・ブレイキー&オールスター・ジャズ・メッセンジャーズ、フィーチャリング・ウィントン・マルサリス。そして最終日の今夜はフュージョンのトップアーティスト、グローバー・ワシントン・ジュニア、フィーチャリング・ピーセス・オブ・ア・ドリームです。ところで、今年度の同フェスティバルの人選、これまでの3回が大成功しているだけになかなか大変だったと思うんです。このフェスティバルの一つのパターンとしてフュージョングループが一つ必ず入っておりますね。第1回目1980年は、ジャム・オブ・エイティスと名付けた特別編成グループで、トランペットのフレディ・ハバードを中心に、キーボードのジョージ・デューク、サクソフォンはジョー・ファーレル、ジョー・ヘンダーソン、マイケル・ブレッカー、トランペットランディ・ブレッカー、ギターロベン・フォード、エレクトリックベースアルフォンス・ジョンソン、トラムスピーター・アースキンという、まあ寄り合い除隊ながらものすごい顔ぶれでしたし、また事実音の方もすごい音を出しておりました。それから次の年1981年おととしはフュージョン・スーパージャムと名付けて、名フルーティストヒューバート・ローズを中心に、ギターにはラリー・コリエル、エリック・ゲイル、サックスはデイブ・リーブマン、キーボードリチャード・ティ、ベースはトニー・デマス、ドラムスにはリオン・ウンドグ・チャンスラー、そしてボーカルには、ヒューバート・ローズの妹のエロイル・ローズがやってきたという、これまたすごい顔ぶれでした。そして昨年、これまた大変でした。ジャコ・パストリアスビッグバンドで、あの中にはランディ・ブレッカー、ボブ・ミンツァー、ピーター・アースキン、ドン・アライアス、ジョン・ファディス、オセロ・モリノなどといったフュージョンの大物が含まれておりまして、これは前評判はもちろんものすごいものでしたけれども、音の方も大変立派で大いに話題になった後であるだけに、第4回目、つまり本年度のフュージョングループ選びは、苦労するであろうと思ったんですが、実はグローバー・ワシントン・ジュニアという名前は、プランニングの段階で毎回上がっていたんです。で、昨年あたりもジャコ・パストリアスにしようか、グローバー・ワシントンかと大いに迷ったようなこともありまして、実際に今年は、グローバーの方に打診してみたら意外にすんなりと決まったというところだったんですね。ただし今夜最初に聴いていただく Pieces of Dream を同行するというのが大きな条件だったんです。さて、そんな話でもうお気づきだと思うんですが、これまでやってきたフュージョングループは特別編成、ジャコ・パストリアスビッグバンドも実質的には特別編成みたいなものでした。で、その後はジャコはスモールグループでやっておりますしね、今年の夏もスモールグループでヨーロッパ演奏旅行なんかやってました。そういう意味ではパーマネントグループというか、いつも行動を共にしているメンバーでのフュージョングループっていうのは今年度のフェスティバルが初めて、したがってですから音楽的には全く問題はなかったわけです。そして Pieces of a Dream という若々しく素晴らしいグループを日本に紹介したということでも大変に良い企画だったと考えております。さて、それではゴールデンジャズコンサート、オーレックスジャズフェスティバル AP3 の特集第4夜、最終回の幕を開けることにいたしましょう。これからお聴きいただくのは、去る9月1日木曜日、東京は日本武道館での第2セット、レス・ブラウン&ヒズ・バンド・オブ・レノン with ローズマリー・クルーニーに続いて演奏されました。ではまずフィラデルフィアの学生3人によるグループ、3人の年齢の平均が20歳にならないという若いグループ Pieces of a Dream です。もちろん後ほどグローバー・ワシントン・ジュニアグループの中に入りますけども、まずは3人の演奏を聴いてくださいというところです。で、オープニングナンバーはブルース・イン・ジー、そしていそしぎ The Shadow of Your Smile。 Pieces of a Dream、 Let's go。
Thank you.
さていかがでしょう、このグループ Pieces of a Dream。 大変可愛らしいグループ名なので、なんとなくポップで軽い軽い演奏をやるのかと思ってたら、とんでもない、えらくハードでファンキーでパワフルな演奏です。いや、本当にびっくりいたしました。フェスティバルに見えたお客様方も、意外にすごいやこの若者たちといった感じで、ひときわ大きな拍手が起こっておりました。メンバーを一人ずつご紹介しましょう。ベースがセドリック・ナポレオン、1962年10月16日フィラデルフィア生まれ。幼い頃から音楽に親しんで、ジャズトランペッターになることを一生懸命に考えていたそうです。そしてトランペットのレッスンを始めたんですが、ミドルスクールのバンドではどういう役かベースを始めて、やがて今のこの仲間たちとトリオを作るんですね。これが1975年のこと、なんと12歳の時でした。この連中がトリオをやり始めて2年ぐらい経つと、ローカルテレビ局のレギュラーとなりまして、たびたびショー番組に出演するようになり、ついで1980年グローバーワシントンジュニアのプロデュースでデビューレコードを制作発表いたしまして、ついに Pieces of a Dream はヒノキ舞台に立つようになりました。グローバーワシントンジュニアグループのメンバーでもあります。現在テンプル大学の学生です。ドラムスはカーティス・サーモン、1962年10月27日フィラデルフィアの生まれです。ドラムスを始めたのは8歳の時、おもちゃのドラムセットを叩いているうちにリズムの面白さに取りつかれたと言ってました。ミドルスクールでベースのセドリック・ナポレオンと、意気投合して仲間となったんですが、このカーティス・サモンのお父さんという人はバイブ奏者で、現在は Pieces of a Dream のマネージャーをやっております。カーティス・サモンもまたテンプル大学の学生です。そしてキーボードのジェームス・ロイド、1964年8月30日フィラデルフィアの生まれですから、今回来日した途端にバースデーを迎えて満19歳になりました。ピアノを始めたのは6歳の時で、その時のピアノの先生は89歳のローピアニストだったそうです。で、10歳の時に音楽学校の小学生の資格を取って、この頃ベースのセドリック・ナポレオンやドラムスのカーティス・ハーモンと知り合ってトリオを作りました。このトリオの名前は初めが、タッチ・オブ・クラス、続いてクラス・タッチ、そしてピーセス・オブ・ア・ドリームと移り変わっております。で、この人もテンプル大学の学生です。第二のハービン・ハンコックが出現したと今大いに騒がれているようです。以上が今回のフェスティバルで話題になったトリオ、ピーセス・オブ・ア・ドリームのメンバーです。もう昨日に3人ともとても見事なテクニックを持ってます。セドリック・ナポレオンのベースプレイを見た人が、まるでウクレレみたいにベースを弾いてしまうと言ってましたけれども、まさにそうなんです。しかし、そのテクニックをうまく使っていくには、これから様々な経験を積み重ねていかなきゃならないと思うんですが、しかし順調にうまくいってるようですね。グローバー・ワシントン・ジュニアをはじめ周りの指導がいいんでしょう。さて、今度はミッシェル・ベッカムという女性ボーカルが歌います。曲はウォーム・ウェザー。そして次は Pieces of a Dream がガラリと調子を変え、今用フュージョンタッチのマウンタリー・グルーヴという曲を演奏いたします。それではウォーム・ウェザーからどうぞ。Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Right now, we'd like to bring on to you from Philadelphia, Pennsylvania, a very fine and talented young female vocalist. Let's have a nice warm round of applause for Miss Michelle Beckham. Tonight's the beach side. We can ride to the beach. Boy.
Thank you.
ミシェル・ベカムのボーカルをフィーチャーして Warm Weather、 そして Pieces of a Dream の演奏で Mount Ali Groove でした。何回も申し上げますけれども、予想以上にパワーのあるトリオです。ジェームス・ロイドがアクースティックピアノを弾いて、ベースもアクースティックベースをやりますと4ビートのグルービーな演奏を展開しますし、その両方がですね、シンセサイザーやエレクトリックベースを持つと8ビートとか16ビートの演奏になる。つまり両方ともがっちりと演奏できるところに、この世代、若い世代のミュージシャンの強みがあると思うんですね。本当に今回はこのグループを聴くことができてよかったと思っております。さて、ここでステージのセットの転換がありまして、グローバー・ワシントン・ジュニアのグループが上がってくる。するとこのピース・オブ・ドリームのメンバーもその中に吸収されます。後ほど改めてグローバー・ワシントン・ジュニアからメンバーの紹介がございます。グローバー・ワシントン・ジュニアはなんと9年ぶりの来日ですね。この前来た時は1974年8月、あの例の CTI オールスターズの一員としてやってまいりました。その間にこの人は随分飛びに飛んでしまって、今やアメリカフュージョンミュージック界ではジョージ・ベンソンと人気を二分する大スターとまで言われております。彼のインタビュー記事からちょっとお伝えしましょう。グローバー・ワシントン・ジュニア自身が語っております。私の父が40年代50年代にダンスバンドで C メロディサックスを吹いていて、私も弟たちも音楽をやっていたから、うちにはいつも音楽が流れていました。ジャズサックスは10歳の時から始めたんですが、でも何よりもまずピアノでの音楽のことを勉強することに心がけました。ピアノの場合というのは、つまりコードやコードプログレッションがこう眺めて目で分かりますからね。でそんなことを続いて研究しているうちに、インプロビゼーションのやり方に改元いたしました。さらにジャズやブルース、クラシックミュージックとあらゆる音楽をやっているうちに、さらにインプロビゼーションのことが分かってきましたと彼は言っておりますけれども、これは本音だと思います。コード楽器でない場合、つまりギターとかピアノ以外の楽器でいきなりそれだけでインプロバイズできる人っていうのは本当に少ないと思うんですね。ピアノその他コード楽器でコードとコードプログレッションについて学んで、それを例えばね、サックスに応用すると、こういうやり方は大抵みんな同じようなやり方でやっております。このグローバー・ワシントン・ジュニアは1943年12月12日ニューヨーク州バッファローの生まれです。先ほどお話したように、お父さんはサックスプレイヤー、お母さんは合唱団の歌手、兄さんは教会のオルガン奏者で、弟はドラマーという、まあ、音楽一家です。高校時代は学生バンドでバリトンサックスを吹いておりました。その間1959年から63年までダフォークレフというコンボを作って演奏しておりました。1965年から67年まで兵役に服して、なんと軍楽隊に入ります。そして除隊後はフィラデルフィアでジャズとリズム&ブルースをやってました。で、本当にふとしたことから、オルガン奏者のジョニー・ハモンドのレコーディングに参加したんですね。ここで名プロデューサークリード・テイラーの目に留まって、1971年、例のインナーシティ・ブルースというアルバムを吹き込んだわけです。あの中にはジョージア・オン・マイ・マインドとか、Until It's Time For You To Go、 つまり別れの時までとか、 I Love You Poggy とか、まあいい曲がいっぱい入ってましてね、これが大ヒットいたしました。そしてこれでグローバー・ワシントン・ジュニアの名前は一挙に有名になるわけです。もう一躍スタープレイヤーになってしまいました。以後自分のグループと CTI オールスターズと両方で全米各地のクラブやフェスティバルに出演、一方ヒット LP を本当に出し続けます。1975年から76年にかけては Feel So Good がジャズ LP ベストセラーのトップに躍り出て、ついに本当に大きな名前、ビッグネームを獲得いたしました。他にソウルボックス、ミスターマジック、ワインライトといった大ヒットがあることはご存知の通りです。さて、お話が大変長くなりました。グローバー・ワシントン・ジュニアの華麗なるステージをお聞きください。もちろんワインライトから始まります。そして Let It Flow、 Make Me a Memory、 そしてサーサリートと続きます。グローバー・ワシントン・ジュニア。
We'll be right back.
Before we continue, I'd like to introduce everybody to you on the bandstand. On acoustic piano, Fender Rhodes piano, synthesizers of Pieces of a Dream, Mr. James Lloyd. James Lloyd. On electric guitar, Mr. Richard Lee. Richard Lee, guitar. On drums, the youngest of the Washington brothers, y'all, Mr. Darryl Washington on drums. Darryl Washington. On congas, bongos, South American and African percussion, and a lot of foolishness back here. The one and only Dr. Gibbs, y'all. Dr. Gibbs. Also from Pieces of a Dream, helping us out on timbales and additional percussion, ladies and gentlemen, Mr. Curtis Harmon. Curtis Harmon here. Also on electric bass, he also rounds out the Pieces of a Dreams group, the one and only Mr. Cedric Napoleon. Last but not least, this guy over here, he does more than just do that. He is an excellent producer, he's an excellent songwriter, along with his partner Cynthia Biggs. You probably heard his work on a lot of Philadelphia International Records, and he's one of my best friends, ladies and gentlemen, Mr. Dexter Wanzel. Dexter Wanzel. All right, we're gonna continue with the tune I wrote for Dr. J. It's entitled Let It Flow. Thank you.
Thank you. Play this for a good friend of ours, Mr. Sadao Watanabe.
Thank you.
Sausalito, ladies and gentlemen. The drummer percussion section, Daryl Washington, Dr. Gibbs. グローバーワシントンジュニアグループ、今お送りした4曲はワインライト、レッド・イット・フロー、メイク・ミア・メモリー、そしてサウス・リートでした。日本では単にフュージョンという言葉だけで片付けちゃいますけれども、こういう音楽はブラックコンテンポラリーとかソウルとかブラックミュージックとかいった方がなんかこうよりフィットするような感じがいたします。グローバーのサックススタイルに黒人ソウルシンガーのファルセットを使った歌声と同じ世界を感じるという意見がありますが、これは全く同感ですね。この人1980年からテンプル大学のドクターコース、つまり博士コースで学んでおります。そしてピースオブドリームの連中と同じ大学の、つまり博士コースです。でここしばらくは忙しさにかまけて中断してたんだけれども、この冬からまた大学で勉強しようと思ってる。私はもっともっと勉強しなきゃいけないことがあるんですと言っております。さてここでグラディ・テイト登場。もちろんあのドラマーとして有名なグラディ・テイトです。今回は歌手としてやってきました。つい先日あの私はヨーロッパオランダのアブロという FM 放送のジャズ番組を聞いてましたら、ゲストスターとしてシンガーグラディ・テイトとして司会者が紹介してましたけれども、最近はもっぱらそういう紹介のされ方をしているようですが、しかしドラマーとしてのキャリアも大変なものです。ジェローム・リチャードソンのコンボやクインシー・ジョーンズ楽団を経てビッグバンドドラマーとしてスタジオでいい仕事をたくさんやってます。またそう10年前ですか、1973年の4月にクインシー・ジョーンズ・オーケストラの一員として来日して、この NHK のテレビにも出演いたしました。また3年前1980年の10月には今は亡き、ソニー・スティットと来日しております。今回は何の前触れもなく突如グローバー・ワシントン・ジュニアと共にやってきたという感じがいたします。それではグローバー・ワシントン・ジュニアグループにグラディ・テイトが加わって Be Mine、 続いて Just the Two of Us。 Thank you very much. All right. We'd like to continue with another good friend of oursHe's going to be taking care of the vocal chores, but most of you have probably heard of him as one of the best drummers of our time. He's worked with just about everybody, and he continues to, but a lot of people don't know about his singing prowess. Ladies and gentlemen, would you please greet him with a nice warm round of applause, Mr. Grady Tate. Yeah.Yeah, give it to him. Be mine tonight. The time is right for you and me to get together. Be mineTonight, our future's bright, and this could be the start of forever. And oh, be mine tonight, girl, when we get together, it's gonna be like dynamite. Don't you know I love you? Oh, be mine tonight.No more stormy weather. You don't need to be uptight. Don't you know I love you? Don't you know I love you? Be mine tonight. We'll dim the light, but you and me will glow like an ember.Be mine tonight. We'll hold on tight, and this could be a night to remember. And oh, 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 be mine tonight. Girl, when we get together, it's gonna be like dynamite. Don't you know I love you? Oh,
tonight, no more stormy weather. You don't need to be uptight, don't you know I love you? Don't you know I love you? When the sun comes shining through,
makes those rainbows in my mind. When I think of you sometimes, I want to spend some time with you, just the two of us. Wasted water's all that is. It don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. You gotta go for all you know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Thank you.
I see the crystal raindrops fall on the window down the hall. It becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, that's when I want to spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Dr. Gibbs, Kurt Harman, Cedric Napoleon, Dexter Wiseau. Come on, arigato. Thank you. お送りしてまいりましたゴールデンジャズコンサートオーレックスジャズフェスティバル AP3 の特集、4回連続でお届けした最終日の本日はグローバー・ワシントン・ジュニアフィーチャリング・ピース・オブ・ア・ドリームのステージの模様を去る9月1日東京は日本武道館で収録いたしました。実況録音でお楽しみいただきました。今日お送りした曲は Pieces of a Dream の演奏でブルース・イン・ジー、いそしぎ・ The Shadow of a Smile、 女性ボーカリストミッシェル・ベッカムの Warm Weather、 再び Pieces of a Dream で Mount Airy Groove、 続いてグローバー・ワシントン・ジュニアグループで大ヒットテューン Wine Light、 Let It Flow、Make Me a Memory、 ソーサリート、グラディテートのボーカルが加わりまして Be Mine、 そして Just the Two of Us の10曲でございました。ゴールデンジャズコンサート、それではこの辺でお別れです。ご案内は私本田敏夫でした。ごきげんよう。